お子さんのやればできる、そんな自信を高める方法を紹介します。あ、キーワードは SOS です。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日のテーマは、知らないと損する子どもの自信の育て方です。このようなことはありませんか？どうせ無理や、やっても無理よってやってもないのに弱気になっていたり、難しいこととか失敗とかすると、ってすぐに泣いてしまう。困りますよね。ついつい大人である私たちは、やってもないのになんでわかるの、男の子なんだから泣かないって言いたくなりますよね。でも実はこれが一番いけないことなんです。自分は自信がない子なんだって頭の奥の潜在意識に刷り込まれたり、泣きたい、そんな感情を否定されたって気持ちになって、ますます自信がなくなっていくんです。じゃあどうやったら子どもの自信が育つのか。今回は1万人以上の子どもの自信を育ててきたライフスキルコーチのおかっちが、ご家庭でできるお子さんのやればできる、そんな自信をつけるための方法を厳選して5つ紹介します。この動画を最後まで聞いていただければ、親がいなくても何も言わなくても自分でやりたいことを見つけて積極的に挑戦できるようになります。ですので最後まで聞いていただければ嬉しいです。以前の動画では、やり抜く力とやる気の高め方、そんなコーチング術を紹介しました。まだ見てない方はそちらもご確認ください。普段このチャンネルでは子どもの教育に役立つ情報を配信してます。よかったらチャンネル登録してください。またインスタでは、やり抜く力を育てるための行動習慣を毎日配信してますので、そちらも、フォローよろしくお願いします。それでは早速紹介します。まず1つ目、 SOS の法則。2つ目、ヒーロー写真。3つ目、気持ちにはイエス、行動にはノー。4つ目、バットを引き出す。5つ目、ミッションを与える。まずは1つ目、SOS の法則。そう思ったらそうなる。SOS なんです。まずは自信のメカニズムについて解説します。自信とは何でしょうか？一言で言えば、自信とは、やればできるという思い込みです。そうなんです。思い込みなんです。自信がある子は、やればできるという思い込みを持っており、自信がない子は、自分なんて無理という思い込みを持ってるんです。だから自信がある子とない子の違いは、思い込みなんですよ。そして、その思い込みが、実際の結果とかパフォーマンスに大きく影響してくるんです。自信がある子は、やればできるっていうふうに思っているから行動する、練習する、挑戦します。じゃあ練習して行動したら、いろんな能力が身につきます。つまり成長するんです。できるようになるんです。そしてできるようになっている自分を見て、ほら、やっぱり自分はやればできるだろうって自信が高まっていく。で、自信が高まっていくから行動し、練習し、成長し、自信が高まる。このように成長サイクル、そして自信が増幅していくサイクルがぐるんぐるん回っていくんです。逆に自信がない子は、自分なんて無理や、どうせ失敗するっていうふうに思っているから、やっぱり行動できない、練習しない、すぐに諦めてしまう、諦めてしまうから、能力が身につかない、できないことはできないまま。で、その自分の姿を見て、ほら、言ったやん、やればできへんやろ、やっても無理やろ、っていう風になって、また自信が下がっていくんです。自信が下がるから、自分なんて無理って思って、行動しない、能力が身につかない、ほら、やっぱり自分なんて無理だろうっていう、負のスパイラルに入っていって、どんどん能力は低下するし、自信も落ちていくんです。簡単でしょ？自信っていうのは、SOS なんです。そう思ったら、そうなるんです。だから普段からお子さんに SOS だよ、そう思ったらそうなるよっていう言葉がけをしてあげてください。
で、言葉がけ以外にも一つの物語を聞かせてあげるといいかもしれません。これが僕が実際にバスケの子供たちとか授業に来ている子供たちに伝えているストーリーです。ちょっとやってみますね。サーカスの象の話です。みんなに今日はクイズです。なぞなぞです。いや、質問ですよ。象さん知ってる人、まあそれは知ってるわな。じゃあ質問だよ。サーカスの象さん、ゾウさん今めっちゃでかいけど、最初はちっちゃかってん。赤ちゃんの時もあんねんよ。そのゾウさんがお家に来ました。一番最初にそのゾウさんにすることは何でしょうか？わかる人いるかな？はい。正解は、ゾウさんの足に鎖をつけて柱にくくりつけることです。なぜだかわかる？わかるよね。だって逃げられたら困るやん。な、逃げられたら困るやん。だからやね。な、ゾウさん最初、大人になったらでっかいけど、ちっちゃい時のゾウさんは、その鎖をね、ちぎって逃げることができへんねん。何度も挑戦するよ。何度も何度も何度も挑戦するけど、やっぱり逃げられへんねん。鎖を取ることできへんねん。そうなるとどうなるよ。僕の力では、ここから逃げられないんだ。薬じゃなくて鎖からは、逃げることできないんだって頭で強く思ってしまうよね。そして大人になりました。ゾウさん大人になったらどうなる？最初こんなちっちゃかった。でも大人になったらめっちゃでかいやん。めっちゃゾウさんでかいやん。そのでっかいゾウさんやったらな、簡単に鎖をちぎることできんねん。その柱から逃げ出すことできんねん。でもやで、ゾウさんは、鎖から逃げようとせえへんねん。その場から動こうとせえへんねん。それなんでやと思う？そう。僕の力では、ここから逃げることができないんだって、頭で思ってるからやねん。でもほんまはな、抜け出す力持ってんねん。でもその力を持ってても、頭でできないんだって思ってたら、その力を出すことができへんねん。わかる？わかる？この話で伝えたいことは。どんだけ力を身につけても、どんだけ練習していても、頭の中でそう思っていたら、そうなんねん。やれば無理なんや。失敗するわって思っていたらそうなるねん。だから大事なこと。練習するのも努力するのも勉強するのも大事。もう一つ大事なことは、やればできるって頭の中で信じること、思うことやねん。そう思ったらそうなるねん。SOS やねん。はい。ちょっと長くなりましたけど、こんな感じでサーカスの象の話を通じて SOS の法則を教えてあげてみてください。もう一つあります。これはね、お子さんだけじゃないんですよ。親御さん自身が SOS、そう思っていたら子供はそのように育つんです。子供のことをどうせやっても無理なんや。私がいないといつも失敗する。そのように心の中で思っていたら、それが子供に伝わり、本当にそうなってしまうんです。これはピグマリオンの法則と呼ばれており、人間は相手の期待通りの行動をするという法則が、言われております。ですので親御さん自身が信じることが大事。この子はできるんだって、頑張れる子なんだって、心配するんじゃなくて信頼する。任せたんやったら口出ししない。それも大事だと思います。2つ目、ヒーロー写真。その子が一番輝いている写真を目につくところに飾るんです。自信とは思い込みです。だから自分やったらできるって思えるような環境を作ることがとても大事なんです。そのために効果的なのは、自分の子が一番輝いている時の写真、まあ、スポーツで言ったら点数を入れている時の写真とか、勝った時の写真とか、なんか表彰台に登っている時の写真とか、成功している、輝いている、うまくいっている時の写真を飾ってあげるんです。写真がなかったらビデオでも OK です。実際アメリカのオリンピック選手は何度も何度も試合前に自分の成功しているシーンとか、今日やる戦略を実際映像で見て、ビデオで見て、試合前の不安とか緊張とかを取り除き、自信を高めるために使っています。
そのためには普段からお子さんの写真とかビデオとかをたくさん撮ってあげることが大切です。これ不思議なんですけど、なんかね、こう写真を撮ろうっていうマインドになってカメラを持つと、その子のね、いいところ、素晴らしいところがね、自然と見えてくるんですよ。見えてくるんですよ。いいところを見つける天才になるんですよ。で、いいところが見つかって、いい写真が撮れたら、それを実際に子供と一緒に見て、ほら、どう？っていうふうに言ってあげる。そうすると子供の自信も、ぐんってこう高まっていきます。三つ目、気持ちにはイエス、行動にはノー。人格と行動を切り分けて子育てをする。服はいつも脱ぎ散らかしたまま、朝いつも寝坊する、弟をいじめる。子供の行動すべてを許していたら、すべてを受け入れていたら、子供のためにも良くないし、親御さんもストレスになりますよね。イライラしますよね。そんな時に、つい、なんでいつも言われた通りにできないの？なんで早く起きれないの？なんであなたは優しくないの？いつも弟をいじめるの？というように、その子の人格そのものを否定してしまうと、やはり自己肯定感がぐん低下していきます。なので、問題行動を起こした時には、その子の人格を否定するのではなくて、行動を指摘する。これが大切です。服を散らかしたままやったら、洗濯ができないからお母さん大変なの。カゴの中に入れてくれたら嬉しいな。弟といつも喧嘩していたら悲しくなるの。仲良くしてもらえたら嬉しいな。このような感じで、その子の人格と行動をしっかりと切り分けて、人格にはイエスで、行動にはノーを伝えるということ、これが大事なんです。そして、あなたのこの行動は私はノーだけれども、あなた自身のことは大好きなんだよって、そういうメッセージを届けるということ、それがね、とても大事です。そうすることで、お子さんは自分の人格を否定することなく、問題行動を修正することができます。四つ目、バットを引き出すということ。声にならない不安や心配を受け入れるということです。誰しもやってみたいっていう気持ちがあっても、なかなか行動ができないことってありますよね。それは心の奥深いところに不安や心配や恐れ、そのようなネガティブな感情があるからなんです。失敗したらどうしよう、馬鹿にされるんちゃうか、傷つくんちゃうか、そのような恐れや不安があると、やればできるっていう自信、そしてやりたいっていう気持ちが育まれていかないんです。ですので、やればできるよ、大丈夫って励ます前に、子供の中に広がってる奥深くにあるそのネガティブな感じを引き出して、スッキリさせてあげることが大事なんです。その時に効果的なのが、バットを引き出すという対話術です。うん、練習した方がいい。でもなぁ、てんてんてん。そらやった方がいいよ。でもなぁ、てんてんてん。早起きしたい。でもなぁ、てんてんてん。どんだけポジティブな言葉を発していたとしても、でもなぁ、てんてんてんって、そのバットが見える時ってありますよね。それは表情であったり、声のトーンであったり、そういうのでわかると思うんです。そのでもなぁ、てんてんてん、そのバットが見えたら、そこに注目するんです。練習した方がいいと思っているけど、なんか、引っかかることあるんだね。うん、そうなの。実は、先週、たけし君が辞めちゃって、寂しいの。そっかそっか、練習はしたいけど、一人ぼっちなのが心配なんだね。こんな感じで、やりたいという気持ちの裏側にある不安とか心配とか恐れっていうもの、それはね、大抵目に見えないモヤモヤなんですよ。なんかわからんけど、一歩踏み出せない。それがほとんどなんです。ですので、
子供のやりたいっていう言葉の裏にあるそのバットに注目して、その時の気持ちとかそれを引き出してあげてください。そうすれば子供の心の器から不安とか恐れとかネガティブな気持ちが出ていって、そしてポジティブなやればできるっていうようなエネルギーが高まっていくんです。やればできると思えるようになる SOS、 そう思えばそうなるんです。5つ目、ミッションを与える。誰かの役に立てた、そんな経験が自信をぐんって上げていきます。どんな些細なことでも OK です。その子がちょっと得意なことやったり、好きなことやったり、興味ができること、その分野その領域でその子の力が発揮できる、そのような役割とかミッションを家の中で与えるということです。話を聞くのが得意だったら、まあ弟が泣いていたらその慰め役というミッションを与える。話をする、面白い話をするのが得意だったら運転中にみんなを盛り上げるっていう役割を与えるとか、面白い遊びとかアイディアを思いつくのが得意だったら、旅行に行った時にどんなアクティビティをするのかっていうことを考えてもらう。もうこんな感じで自分が好きなこととか得意なことで役に立ったらめっちゃ自信高まるんですよ。やればできるって、そしてもっと得意になろう、もっと好きになろうっていう風になるんですよ。そうすると練習して努力するし、そうなればもっといろんな人の役に立てるようになる。そうすると自信もどんどん高まっていきます。たけし君が面白い話してくれたからドライブが楽しくなったよ、ありがとう。そのように感謝の気持ちを伝えることも忘れないでください。以上です。知らないと損する子供の自信の育て方を紹介しました。まとめです。1つ目、 SOS の法則。自信とは思い込みです。そう思ったらそうなるんです。そう思ったらそうなると投げかけてあげてください。象の話をしてあげても OK。 そしてお母さん自身がその子はやれる子だ、頑張れる子だ、できる子なんだって思うこと、そう思えばその子はそうなります。2つ目、ヒーロー写真。普段からお子さんの写真を撮ったりビデオを撮ったりしてあげる。そしていいところをたくさん見つけてそれを子供に伝えてあげてください。そしてとびっきりのかっこいい写真があればそれを見えるところに飾ってあげてください。そうすれば自分はやればできるんだって思えるようになってくるんです。3つ目、気持ちにはイエス、行動にはノー。人格と行動をしっかりと切り分ける。これが大事です。4つ目、バットを引き出す。やりたいっていう気持ちの裏側には、ネガティブな恐れ、不安、心配があることが多いです。ですので、まずはその不安な気持ちをしっかりと引き出して、受け入れてあげて、そして、やればできるんだよっていうふうに、後押ししてあげてください。5つ目、ミッションを与える。人間というものは、誰かの役に立ったっていうその実感が自分を育ててくれます。そしてさらにやる気や自信を上げてくれるんです。その子の得意なことを見つけて、そして家の中でもいいし外でもいいし、役割やミッションをどんどん与えてください。以上になります。本日は実際に僕が子供との授業で使っているコーチング術を5つ紹介させていただきました。ちょっとでも役に立ったなとか、よかったな、勉強になったなと思われる方はいいねボタン押してくれたら僕はめちゃくちゃ嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは子供の教育に役立つ情報をどんどん配信していきたいと思ってます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラム、先週から始めました。そのインスタグラムの中ではやり抜く子、最後まで諦めない、そんなやり抜く力を持つ子供を育てるためにはどのように関わったらいいのかという実際の行動習慣とか、コーチング術を紹介しています。よかったらそちらもフォローをよろしくお願いします。という感じで、今日は最後まで皆さんありがとうございます。素敵な一日を。さよなら。やるぞ、やるぞ、やるぞ。そう思ったらそうなる。